ITIP プラットフォームケイロスの解説動画をご覧いただきありがとうございます。この動画ではマクロ機能について解説します。ケイロスのマクロ機能はシーンのクロスポイントのセレクト、ソースの切り替え操作、バックグラウンドのオートトランジション操作、オグゾのアサイン変更、MV のレイアウト変更、ラムレコーダー、クリッププレイヤーの再生制御などの記録再生ができます。これらを組み合わせてお客様の業務に合ったマクロを作ることができます。このマクロ機能は複雑な操作などに対しても事前に仕込んでおくことで、誰が操作しても同じアウトプットかつ誤操作をなくすことが可能です。ケイロスには3種類のマクロがあり、種類別に格納場所が分かれています。1つ目はケイロスクリエイターと REST API から実行できるグローバルマクロ、2つ目はコントロールパネルのクロスポイントボタンから実行できるシーンマクロ、そして3つ目はコントロールパネルのマルチセレクトパネルから実行できるパネルマクロです。それではグローバルマクロ上でクロスポイントのセレクトをマクロに記録してみましょう。マクロの記録は2通りの方法があります。1つ目は新規で空のファイルを作成し記録する方法です。まずグローバルマクロの画面上を右クリックするとメニューが表示されます。ニューマクロを選択し、これから記録するマクロに名前を付けてください。マクロファイルができました。ここでマクロファイルを右クリックし、レコードを選択します。右上のレックボタンが赤く光り、マクロの記録が始まります。記録している状態でコントロール画面に移動し、クロスポイントボタンを切り替えます。レックボタンをクリックして記録を停止します。はい、赤い光が消えました。それではきちんと記録できているか確認しましょう。ファイル、レック1を右クリックして、エディットを選択します。先ほどの工程がきちんと記録されていますね。このファイルに続けて記録を行いたいので、画面を閉じます。追加で記録したい場合、先ほど作成したファイルを右クリックして、レコードを選択します。レックボタンが赤く光りました。記録したい操作を実施した後、レックボタンをクリックして記録を停止します。はい、赤い光が消えました。改めて記録内容を確認してみましょう。追加の操作がきちんと記録されています。また、この記録確認画面でマニュアルでのテキスト編集も可能です。次に2つ目の方法でマクロの記録を開始します。画面右上のレックボタンをクリックします。ボタンが赤く光り、マクロの記録が始まります。このレックボタンから記録を開始した場合、マクロファイルは必ずグローバルマクロに保存され、グローバル画面に記録されます。再びコントロール画面に移動し、クロスポイントを切り替えます。切り替えが完了したので、レックボタンをクリックして記録を停止します。改めて記録内容を確認してみましょう。先ほどの操作がきちんと記録されています。このレックボタンからマクロ記録を行う場合は、追加記録ができないので注意が必要です。マクロの実行には3つの方法があります。まずエディット画面上部の再生ボタンを使う方法、次にマクロファイルをダブルクリックする方法、次にマクロファイルを右クリックしてメニューからプレイを選択する方法です。このようにケイロスのマクロはプログラムやスクリプトの知識がなくても作ることができます。Panasonic.